は伝達力トレーニング今日開催しました。実は今日3人だったんですね。人数が少なければ少ないほどその人の人生にグッと入っていくんですけども、やっぱり人は鏡です。自分自身と違った人生を歩んだ方が、その方の問題解決に真剣に入り込むことによって、私が経験していなかったことをその方は一生懸命最善を尽くして生きてるんですね。でそこにどうやったらこの人の人生が良くなるんだろう、どんなメッセージを出したらこの人はいい方向に変わるんだろう、それを自分の人生じゃなくてその人になりきって考えることによって、実は自分に気づきがあるんですね。人は鏡。自分と意見の違う人のことを真剣に考え受け入れる、違いを受け入れる、間違いじゃない、違いは違いであって間違いじゃないというのを今日改めて感じました。話し方の技術を学ぶだけじゃない、本当にこの伝達力っていうのは人生を切り開くというのを改めて今日の3人で共有できたことで、素晴らしい時間になりました、参加してくれた矢崎さん、河原さん、今日はありがとうございました。また来月伝達力トレーニング頑張りたいと思います。以上です。